教えて。キーパー先生。アニメーターになって銀魂を描きたいっ子さんより、銀さんの髪型がどうしてもうまく描けません。ちょっとしたコツで良いので教えてください。はい、それじゃあお教えしましょう。奴の頭は一見デタラメに見えて法則性があります。ポイントは4箇所の逆毛です。まずまともな頭を描きましょう。で、次にこのまともな頭の頭頂部のちょいと右と左両方に逆毛を作ります。で、瓶のあたりにも逆毛を作り、前髪ど真ん中をビューッと伸ばせば、はい、出来上がり。ちなみにアニメは辛い上に儲からない仕事なんで、先生はあまり進めないけどな。教えて、キーパー先生。ああ、さっきは銀さんの描き方を教えたんで、次はシンパシとカングラを。まず思うがままに普通のやつを描きます。できるだけ没個性的な。で、メガネをかけます。はい、出来上がり。続いてカグラの描き方。まずシンパチのメガネを取り、髪を白くします。で、頭にお団子を作ります。はい、出来上がり。あらゆるキャラはシンパチベースからできています。シンパチをマスターすればいろんなキャラを描くことができるぞ。さあ、レッツシンパチ。